エドナ・パーカーは、かつて世界最高齢だったアメリカ合衆国の女性。インディアナ州ジョンソン軍出身。彼女は農家に生まれ、フランクリン大学で教師の資格を取った。そして1911年に臨家に住む R ・パーカーと、結婚するまで、スミスランドにある2クラスしかない学校の教師を務めた。二人の息子を設け、死去時点で5人の孫。 13人の彦、13人のヤシャゴがいた。2005年4月7日にインディアナ州の最長寿、2007年1月19日にインディアナ州の歴代最長寿、同年2月14日にアメリカ合衆国最長寿となった。同年4月、彼女は114歳の時に、当時113歳で世界で5番目に長寿だったバーサフライと対面した。 この時の二人の年齢の合計227歳と142日は対面した二人の人物の年齢の合計の世界記録である。同年8月13日に日本の皆川よ子が死去したことに伴い長寿世界一となった。2008年11月26日インディアナ州の療養施設にて死去115歳と2020日だった。ABC エドナ・パーカー・アビチュアリー。T h t、e、t p l e g a c y s u n t i m e s c o m b i t u a r y e s c h i c a g o s u n t i m e s o b i t u a r y a s p x ページイコールライフストーリー ピットイコール1億2070万3156ワールズオールデストパーソンタイトルホルダーズシンス1955ありがとうございます。